父鈴鹿マンボ、母ノワゼット、牝馬関東、黒岩洋一厩舎入厩予定。カバリ共同育成センターに移動し、育成を開始しています。コンパクトながらバランスよく成長しています。無駄肉のつかないタイプで、いつ見てもすがるい印象です。この秋一番の成長は精神面と言えるでしょう。育成場に移動してからは、わがままを言うこともなく、人間とのコミュニケーションを学んでいます。燃えるような気性を競馬で活かせるように、ステップアップしてほしいものです。